勝 1600m リレー準決勝第2組です。出場するチームの練習にご紹介いたします。第1レーン千葉敬愛、第2レーン県立船橋、第3レーン市立柏、第4レーン千葉東、第5レーン東海大応用部、第6レーン市立船橋、第7レーン千葉商科大附属、第8レーン野田中央。以上8チームによりまして準決勝第2組です。オンヨーボーク、スタートしました。女子の 1600m リレー準決勝第2組、内側から千葉敬愛、県立船橋、市立柏、千葉東、東海大応用、市立船橋、千葉商科大附属、野田中央。フィールドレーザーが使われます女子 A バナで現在6回目の試技に入っております。
後ろ東海大合陽少し空いて一塁走は2着以下3着以下は前にも戻りながら3着は3着は3分52秒の回転にしようそして東海大合陽3分50秒1秒あたり3着から4着の方が1着は第6レーン市立船橋時間3分52秒51でした。フィールドフェンスにおきましては女子円盤投げ優勝が決まっておりますオモルディさんが最終投擲に入ります。